はい、こんにちは。株式会社スピージャパンの三橋大輔です。今日のテーマなんですが、早速ですが、すごい人の見つけ方ということで、すごい人って言ってもね、なんか抽象的で恐縮なんですけども、簡単に言うとね、あなたにとってのビジネスの師匠の見つけ方についてちょっとお話したいかなというふうに思います。結構ですね、私よく聞かれるんですよね。三橋さんは最初どんな方にビジネスの、勉強というかね、ビジネスのノウハウを習ったんですかとか、どういう人のアドバイスでね、起業したんですかみたいな、起業する時の、師匠の見つけ方っていう表現の方がいいかもしれませんね。で、これビジネスだけじゃなくてね、どんな人を師匠にするかで、やっぱりあなたの人生って大きく変わると思うんですよね。で、せっかくだったらというかね、結果を確実に出すためには、やっぱり素晴らしい師匠のもとで、ぜひね、結果を出した方がいいと思います。じゃあどうやって僕が起業するにあたってね、師匠を探したり、すごい人と出会ってきたのかっていうお話をちょっとしたいと思います。もうこれシンプルなね、やり方なんですね。僕はまず、仙台にいたわけですね。もともと東北の仙台、宮城県仙台市でアナウンサーをずっとやっていて、起業を決意しました。で、その時に、当然ね、起業って何なんだとか、ビジネスってどうやるんだ全くわかりませんでした。その中でいきなり師匠は見つかるわけもなくですね、まず僕は何したかっていうと、本を読みまくりました。本ですね。いわゆるビジネス本と呼ばれるものを、とにかくですね、買い漁りました。多分ね、2年ぐらいで300冊ぐらい、もうありとあらゆる、起業に関する本とか、ビジネスに関する本、いっぱい売ってますよね。もう何がいい悪いじゃなくて、もうとにかく、いろんな紹介されてるやつとも含めて買いまくって、で、その中で、やっぱり感銘を受けた本とか、わかりやすいなとか、僕もこうやりたいなみたいな、そういう風になる人が、やっぱり著者さんの中でもいるわけですよね。で、そっから次にやったのは、その人のセミナーに実際出席してみると。いうことをやりました。この人すごいな。実際、リアルでお話をね、聞いたら、どういうお話聞けるのかな、みたいな感じで、大体ビジネス書の著者さんっていうのは、セミナーやってることも多いですから、で、そのセミナーをやって、さらにこの人すごいな、と思った場合に、その人の個別のコンサルとか、その人がやってらっしゃる塾とかに、今入っていったというのが、まず一つのやり方です。なのでね、やっぱりいきなりね、個別コンサルを申し込んだり、いきなり塾入るというのは大変だと思うんですね。なので、その人が出している本があれば、本をとにかく読み漁ってみるというのが、まず一番真っ当な道っていうとあれですけど、いいのかなというふうに思います。で、その時に、もし個別コンサルとかをやってたり、塾をやってる場合に、もう一個判断するのは、もう一つね、二つ目のポイントとしては、その塾生さんがちゃんと結果を出しているのかっていうことなんですね。そこ結構大事でね。結局その先生だからできたんじゃないのみたいな。再現性の問題ってすごくあるわけです。なので、その先生の生徒さんが成功してるかどうか。というところを判断した上で、その方に飛び込んでいってね、学んでいくといいかと思います。で、その後非常に大事なのはね、複数の師匠を同時にね、何人も選んで、いろんな人に習ったり、学んだりするのはやめた方がいいです。一人に絞ってね、その人の講座をやるときはもうずっとその人を、だけを見続けて、その人の言われた通りにやるというところがすごく大事な観点になりますので、ぜひね、本を読み、そして会いに行き、セミナーに出ると、その判断の時には結果の有無ですね、そして浮気しないで一人に決めてやっていくというのがすごい大事なことかなというふうに思っています。でね、こういったお話含めてね、私メールマガジン等で配信しております。そしてそのメールマガジンはね、この90分の無料の動画をプレゼントした方にメールマガジンもね、購読していただいているような形になってますんで、ぜひね、こちらに出てると思いますが、90分の上がり症を克服するための、セミナーというかね、私の動画がありますので、ぜひ、こちらで、こちらクリックしていただければと思います。そしてチャンネル登録も皆さんお待ちしておりますので、ぜひチャンネル登録していただくと嬉しく思います。ということで、今日の動画は以上になります。スピーチジャパンの三橋大輔でした。